ターを使っていると印刷に筋が入ったりといった汚れが発生することがあります。ここではそんな時の対処法について説明します。では早速始めましょう。プリントヘッド下部分のクリーニングをします。赤で囲まれた部分のクリーニングをアルコールを使ってきれいにします。アルコールをスプレーします。アルコールはエチルアルコールを使います。エチルアルコールは消毒用として薬屋さんで売っています。まずキッチンペーパーなどを使って簡単に掃除します。次に綿棒を使って細かい部分を掃除します。アルコールを容器に入れて綿棒に染み込ませます。綿棒で細かい部分を拭き取っていきます。ローラー部分のクリーニングにはコピー機能を利用します。コピー中にローラーが回ります。途中でエラーになりますのでストップボタンを押して終了させます。このようにローラーが回ってる間に綿棒でクリーニングします。この時ヘッドが動きますので動きに注意して作業を行ってください。次に排出口のところにあるローラーのクリーニングを行います。ここでもコピー機能を利用します。このように綿棒を使ってクリーニングします。汚れの具合を見ながら作業してください。